さあ、そしてですね、この後のコンテンツとなりますけども、情報によりますと、先ほど新東京テクのミギー翔太83号車をドライブをされました津川俊夫様がこの放送席にお越しになるというところで、いや、これ楽しみだなというところであります。あ、そして今、階段上がってこられたこれ音を、まさに津川ドライバーとして、今レーシングスーツを着られて、あ、どうぞどうぞ放送席上がってこられましたということで、今、座席へ、お着きになられましたということで、改めまして、ご紹介させていただきます。皆様もね、 YouTube チャンネルで、放映お楽しみになられたと思いますが、もう本物でございます。ミスター F1 メカニック津川哲夫様でございます。お疲れ様です。はい、こんにちは。もう熱中症でぶっ倒れそうな鉄人でございます。いやー、熱中症、もう熱がここまで感じますよ。もう熱だけで生きてる男ですから。おお、さすがお上手ですね。いやー、津川、まあ、選手とお呼びさせていただこうかと思いますけども、あの、すごくやはりこれは職人だなと思ったのが、一周走るたんびにタイムを詰めてくる、そして200回転ずつ上げてくる、そういったもういたわりの走りをしていたなというのがすごく印象的でした。いや、壊しちゃいけないと思ってインストラクション通りに一から順繰りにやってただけなんですけど、本人はめちゃくちゃ怖かったんですけど。そうですか。いや、でも、あの、番組ではあの、いいお酒が飲みそうなこのサウンドということをおっしゃってましたけども、今日実際にステアリングを握って間近でそのサウンドを体感して、今どういったもう率直な印象ですか。もうはっきり言うとアドレナリンが出っ放しでね。アドレナリン、おお、今、おし、このままレズムやっとるかぐらいの感じなんですけどね。気分だけですよ。体力的にはボロボロになってますよ。そして今カメラチェンジしまして、あちらのグランドスタンド、あのカメラにちょっと津川様、お席を向けていただきまして、インタビュー続けていきたいと思います。どの辺かな。あ、そちらですね。もうミスター F1 エンジニア津川哲夫様でございます。私です。ベネトンの服ですみたいな。いや、これ、津川様もうまさに本物だと伺っているんですけども、そう、あの、これはメカニックが、ホイールチェンジする時の全くレーシングスーツで、あの、ドライバーと同じもんで、はい、あの、シューマッハ時代のやつなんです。それを友達で僕の体型に合うやつがいなくて、中出てるって、それで相手でこう体型のあるやつに、おい、お前カツネでかっぱらってこいってそれで、俺レース出るからって言ってもらったんですよ。いやー、貴重なアイテムですね。やっぱりこれはちょっと貴重です。はい、あげません。欲しそうな顔してもダメです。いやー、すごいな。このメカニックスーツを着ながらタイヤチェンジをしてこうしてたわけですね。そうです、すごいっすね。なんか戦闘機のメカニックみたいで、もう山本さんもどうですか。いや、本当にね、僕ね、あの、光栄ですよ、お会いしてね。あの、先ほどあのちらっと放送席に来られた時はちょっとあの、なかなかね、忙しいタイミングだったんでお話できなかったんですけど、今こうしてお話できると本当にね、あの、光栄ですね。ありがとうございます。いつでも声かけてください。あの、お話大好き人間ですから。ありがとうございます。あの、私の方からはぜひね、あの、皆さんも聞きたいと思うんですけど、今日はあの、ヴィンテージフォーミュラーの皆さんが走っておられるじゃないですか。はいはいはい、あのあたりの車ってやっぱり津川さんにとってもすごくあの、思い出深い車なんじゃないかなと思って。気がつきました。はい、今よだれだらだら出てるね。あの手の車は、はい、どうぞお座りください。というよりも、あの、今日出てるヴィンテージフォーミュラーに出てる車ってね、はい、僕らが、あの、俺らたちが本当に日本のレースが始まった時に、あの、富士スピードウェイの第3回日本グランプリ、それあたりに出てきた車なんですよ。それで僕らかじりつきで見てたんですよ。それで1台ロータスがあるんですけど、あの、イクザートールさん、イクザテッドが乗ってたタイプのロータスがいちゃって、いやー、これにあの、日の丸つけて、あの、鶴のマークつけたらまんま生沢さんの車だよなーなんて感じで、もう憧れた車なんです。はい、あのカテゴリー、あの、フォーミュラフォード、フォーミュラブラバムっていう、ね、はい、あのカテゴリーであったと思うんですけど、結構エントリー台数って多かったんじゃないですかね。そうですよ。
今でもそうなんですけども あれはあそこにあるのはフォーミュラ4というよりもフォーミュラ3に近いんですけども、写真によっていろんな共用してますんで、あの当時は写真を作って、ブラバンとかマクラーレンとかロータスとか写真を作ってカテゴリーに合わせたエンジンを乗せるとかっていうのが多くてね、だからいろんな汎用できる車なんですね。それでみんなあの頃は性能が良くてロータスの車憧れましたよね。ブラバム、ロータス、マクラーレン、もう本当に憧れました、ね、そんなマシンたちが今日は あれだけたくさん集まるってあんまりないと思うんですよ。いや、あのクラスで あそこあんなに集まってるの僕はほとんど見たことないです。あ、まあ、イギリス行くとね、僕はイギリスに住んでるんですけど、イギリス行くとあのクラシックレース行くともうこんなに世の中に車があったかってぐらいいるんですけども、だけど日本であんだけ集まると、いやこんなにあったんだって逆に言うとびっくりしちゃいますよね。多分あの日本で一番たくさん集まってるイベントだと思いますけどね、このイベントシリーズは。あれ、ちゃんとレースで確立できちゃいますもんね、あんだけ台数集まってる。でやっぱりあの乗られてるドライバーの皆さんも、あのおなじみの方ばかりで、同じ方がずっとこう長く所有されていて、であのずっとレースも出られてると思います。あの手の車のいいのはちゃんとできるメカニックさんがいれば、あのパーツできちゃうんですよ。あの古いパーツもうほとんどパーツないですから、新たに日本の技術、日本の加工技術があれば、特にそのオリジナルということにこだわらないでレースをやるんだっていうところだったら、全くオリジナルと同じものを新しい技術で作れるんですよ、パーツ。そうすると永久にあの車生きていけるんですよ。今乗ってらっしゃる方々がね、もういいやってこう手放されても、次お子さんだったり若い人がそれを受け取ってまた綺麗にして乗れるんですよ。クラシックカーのクラシックレーシングとかクラシックカーのすごいのは、もともと作った人はもういないんですよ。だけどああやってその人の作った仕事はこうやって永久に残っていくんですよね。だからぜひともあのクラシックの皆さん、もし自分がこれでもういいなと思ったら、次の世代にそういう人たちを見つけて渡すようにしてくれたら永久に続いてきますよ。いやすごいですね。もう本当にそれはもうなんか津川さんがそうおっしゃられると、もう本当に神からの声みたいに聞こえてきて貴重な、本当にね、あの本当にまさにそうだなっていう、あのどんどん受け継いでいっていただきたいですよね、本当にね。で車はやっぱりもう今の時代でもすでに相当貴重な、ね、皆さんあの車だと思うんで、どんどんこれからもあの継承していただいてずっと残したいですよね。その通りです、クラシックっていう名前を背負った瞬間に車は死なないです。クラッシュしても何してもレストアできるんです、これは痺れます痺れますね、ありがとうございます。いや他にはここなんか聞きたいことないですか、皆さん。なんかもうせっかくいらしてますから、いやもう本当にテレビで、拝見させていただいて、もうですね、もう今言葉がないくらいもう胸いっぱいなんですけども、やっぱりあの僕もちょっと入門レースとかこれからやろうかなとちょっとやってたりするんですけども、このレースに対するこの情熱の作り方っていうそのスピリッツ的なのをちょっと教えていただけたらなと。簡単なんですよ、どんなカテゴリーもあの関係ないんですよ。レースっていうのは前の車がいたら抜く、後ろの車は抜かせないっていう、これだけなんですよ。シンプルですね。シンプルですよ。だから一等賞の人は、例えば F1 でも一等賞の人は、二等賞の人は一等賞を抜こうとする、一等賞のフェルスタッペンは二等賞に抜かれないようにする、これがドンベでも一緒なんです。ドンベになるかドンベの一つ上になるかが勝負なんです。でレースってどんな場所でもレースやってるんで、前後に車がいる限りレースって続くんですよ、だから自分の例えば車が遅い車だ嫌だなとかお金がない関係ないんですよ、出ちまえば同等の人たちを探してそいつよりを早く走ってるやつなんです。なるほど。あの勝負っていうのはやっぱりモータースポーツはやっぱりあのレベルっていうのがあって、あのそれは高いレベルのところにはなかなか追いつかないですけど、自分のレベルを探せば、今自分がどこのクラスにいるのかを調べれば、そこのクラスでもう本当にバトルができるんです。そのバトルは正々堂々とみんな同じ気持ちでできるから、バトルが素晴らしく面白いものになるんですよ。いやー素晴らしい言葉。いや
もうこれからのもこうレースライフはもう、ま、激変しそうですよ、もうさ本当に。私からは先ほどレースを見てたんですけれど、なんかすぐ走ったやめちゃうのかなって思ったら、結構な周回走られてたじゃないですか。で見ていて顔は見えないんですけど、どん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 楽しまれてるような、もう楽しかった、はい、そんな感じを お見受けして、やっぱり先ほどやっぱ前にいれば抜くっていうのがシンプルなんですが、すごく先ほどのレースを見てすごい楽しまれている感じがしたんですけど、実際走ってどうでしたか？もうめちゃくちゃ楽しくて、この年になってこんな楽しいことまだできるんだって、俺は幸せだなとすごく思います。あ、やっぱりレースって やろうと思ってそう簡単にできるもんじゃないんで、だから少しでもこうやって機会を与えてくれた方々、三沢さんとか皆さんにもう本当に感謝です。なんでかというと、このじいさんに乗せてくれるんですよ、1000級のマシンを。普通なら、あの免許証返上してくださいって言われるんですよ。まあ、僕の場合はね、もう死ぬまで返上はしねえぞって言ってるんですよ。本当に走っている姿を見てそれをすごく感じて、なんか私はすごく感動してしまいました。あの感動した方は、はい、ステアリングを握って走ってみてください。あ、もうそんなね、スポーツ走行でも何でもいいからとりあえず走ってみるんですよ、はい、それであの怖かったら怖かったなりに走ると自分の世界が変わりますから。なるほど。世の中の見方も車の見方も全部見え方が変わってくるから、ぜひサーキット走ってみてください、はい、危なくない程度にね、はい、ありがとうございます。なんか名言をたくさんいただきましたね。、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今ドライブ終えたばかりの津川哲夫様に、放送席お越しいただきました。この後もですね、少しあのコメントを頂戴しながら、できるようでしたらあのこの後も進めていきたいと思います。ということで、いや本当にお疲れのところ、まあ、ありがとうございます。ありがとうございました。もうレースはどこでどういう状況でレース見ても楽しいですから。